えー、死ぬのが怖くて涙が止まらない。大好きな人が消えちゃうし、この楽しいとか悲しいとか、感情がなくなるのが怖い。今までの全部が消えちゃうようで。気持ちはわかりますね。えーとねな、気持ちは、いやいや、嘘だな。<laughs> 理屈として言うことはわかるけど、気持ちがさっぱりわかんない。あ 死ぬのが損は分かるんですよ、僕は。あの死ぬとですね、何もかもこれまで貯めたコインが全部なくなって損するっていう感じは分かるんですね。だからこれまでやってきたことも無駄になっちゃうよとかですね、貯めたコインがなくなっちゃうよ、損だっていう気持ちとですね、貯めた借金が 帳消しになるるラッキーっていうのが、両方あるんですよ。つまり果たせなかった約束とかですねなんかこういうふうにしたいとかで今思っているあれもしたいこれもしたい,これ,したいこれもしたいっていうのがあるじゃないですかこれをですねまあ欲望と言いましょうか業と言いましょうかそういうふうなものとして捉えるともちろんあの果たせなかった夢みたいなのもあるんですけどそれらから解放される楽さもあるとつまり貯めたものがなくなる損をする感じと 溜めていた自分に対する負債がなくなる解放感と両方あるので、なんかちょうどプラマイゼロになる感じがするんですね。で、そうなると何が残るのかっていうと、でもこれだけやっときたかったなっていう、すごいくだらないエゴイスティックな最後のほんのちょっとしたものを、多分ね、それってほんとつまんないことだと思うんですけど、それだけがなんかこう、 お釣りのようにですね。それまでの、なんだ積み上げてきたものと、負債と両方プラマイした時のお釣りみたいな、金額にしたらですね、63円ぐらいのものがチャリーンとこう出てくるんじゃないかなというふうに思ってて、そう考えるとですね、死っていうのは、 破産宣告でもないですよね。在庫整理でもないんですよね。引っ越しの時の荷物整理に近いような感じがします。その引っ越し先が何なのかっていうのはもうわかんないわけですよ。死んだ後どうなるのかっていうのはわかんないわけなのでですね。わかんないものに関して僕は悲観的な予想は損だと思ってるんですね。例えば死んだら何もなくなるっていうのをすごい辛く捉えてるんだったら、 多分そう考えた方がいい。死んだらまた次の世界があると考えた方がいいし、いやなんかこれが無限に続くの嫌だよって思うんだったら、死んだら亡くなるっていうふうに考えたら得だと思うし、そういうですね、自分の性格、性分において死後の世界っていうのをですね、なんとなく考えたら、だってどうせわかんないんですからですね、その方がいいんじゃないかなと思うんですけども、